の間が福岡だったね、ゲスト。福岡は、はい、入ってます。はい。9月ですか？いや、福岡は8月。はい、9月。そうじゃないですか。9月は、え、なんて言いました？何月ですか、福岡。福岡多分8月です。8月ですか？はい。9月は沖縄だけなので、沖縄。そう、沖縄は来ればいいですね。はい、ありがとうございます。狙いいつも基本的に POF を考えてるんですけど、ミッドポジション、はい、コントラクトストレッチの順番でやってますね。それじゃあ、肩も前で3、横3、後ろ3とか。あ、ですね、リアが強いんで、はいはい、リアは1しかやってないんですよ。あ、そうで、弱いとこを多めに、はいはいはい、なので前が3、はい、横に、はいはいはい、リア1、はい、もしくは前は4とかですね。はいはい、あ、結構ありますね。なんか前から見た立体感が弱いんですよね。こう横から見た方がこう漏れて見えるっていうんですかね。あ、はい、肩強いしかイメージないですけど、なんか今でリアはそうですね、入りがいいのと、あとやっぱ背中の日も結構リア使っちゃうんで、はいはい、なんか感覚良くて多分神経系も発達してるんですよね、はいはい、ただフロントがなかなか難しいですね。結構あと胸が強いんで、はいはい、プレス系で強化が上がって胸で押し込んじゃうみたいなっていうのがあるんで、はい、ちょっと多めにフロントやってます。これはシートのポジションってどうしましょう。いつもこれ、そうですね、いつも逆向きです。いつも逆向きで上向きはやらない。昔、あ、先月まで通常でやってて、はい、で、今は3週前ぐらいかな、はい、からこの逆でやってます、ね、逆はもう結構下から上まで上げてる。そうですね。あ、もうどのぐらいかな。このバーが、はい、本当肩のちょうど上にとるシートの設定は、はい、じゃあ自分はもっと上げてくるぐらいかな。仕上げる、はい、グリップは多分グリップ下ろした時に90度でいいから、はい、肘がこっちは下げますか。いや、握ってます。普通に握ります。サマーランド、はい、サマーランド でイメージグリップの頭骨側を強く握っていってますね。なるほどね。これってさっき結構下の方に座ってるイメージ。あ、はいはい、はい、その方がいいです。その方が安定性が出るのと、あと腰椎この反ってきちゃうんですよね、はいはい、結構浅めに座ると、はいはい、なので深くいってますね、はい、これぐらい、はい、でフロントの走行に沿ってグリップが肘が下がる目です。あんまりそういう、例えば秒数とかって気にしない。だいたい1レップに対して3秒はかけるようにしてます。じゃあそれ 1.5、1.5 みたいな。あ、1、2、うん、で2、1、2です。ここからセットですか。これから、はい、上げて。
もうこれちょっと上げていく感じ、それともストレッチ。いや、今上げていこうかなと思ったんですけど、ちょっと次もう一個だけ上げたいですね。8狙いで上げたいです。さっきも10とか12とか12でいきたい、はい。